はい、さて今回なんですけれども、今回はこのラピッドブラスターを使っていこうかなと思っております。ラピブラなんですけど、これね、上手い人の動画見てるとめっちゃ楽しそうなんですよね。で、意外やったのが、まあ戦ってても思ってたけど、結構射程が長いんですよね。こう3本線ぐらい、ね、3本線でも直撃になるんですよね。なんでね、で、まあ、直撃であっても今攻撃2個積んでますけど、でサブ3個ぐらい、それでも97.5、まあこれぐらいで、あとサブで倒せる、小爆発で倒せるっていう感じかな。どんどん直撃を狙っていかないと、なんか小爆発程度だと3発はかかるって感じなんですよね。3発はきついので、なんとかこの中爆発、大爆発、わかんないけど、しかめで2発で狙っていきたいんやけどね。であればやっぱりもう、直撃を狙った上でちょっと外しちゃうぐらいの感じでいくのがいいのかなとは思いますね。という感じですね。意外と射程が長いので、この距離感をね、つけるのがなかなか難しいんですよね。よっしゃー。それでは、縄張りバトル箱ホグ倉庫、本日2回目、2戦目になるんですけれども、やっていきます。ちょっと金モデラーとか久しぶりに見るな。ガチマッチじゃないや、なかなか見えへんからね、金モデラーはね。まだまだ。さあ、ちょっととりあえず塗っていきましょうか。ね、ラピブラも、まずは塗るところからよね。牽制しつつ、オッケー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 。無理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 。おお、なんとか逃げれたな。逃げれると思わんかった。なんとか相打ちでは追われた。 きついの。ちょっともう一回行こう。あそこに追い込まれたらね、どんな武器でもきついからな、結構な。まあ、やばすぎたら逃げるべきやな、ジャンプしてでもね。とにかくバリア貯めてから突っ込みたいよな。それまではちょっと控えめに立ち回って、オッケー。よいしょ。で、ちょっとかに、そう、こうやって、コメントでも前回ブラスターの時いただいてたけど、ブラスターってこうやって敵が動く方向を予測して撃つんですよね。それで予想が当たって倒せるとすげえ嬉しいよね。あんまりぴょこぴょこ飛ばん方が直撃は狙いやすいという話も聞いてるので、よっしゃ、ダメだ、無理だ。まあまあ、なんとか逃げ切ったので、この辺に置いといて、だおい、直撃なんて夢のまた夢やな。 辛いな。でも直撃狙っていかんとラピブラーにはなれないかな、立派なラピブラーにはね。ちょっと待って。えい、よっしゃ。わあ、ウズラ来てる。マジか。おお、ナイス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 。当たった。よし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 。で、ここ来させませんよと。右はわしが睨んどりますよと。よしよし。右、こっち行くんちゃうか、やっぱり。予想はついたものの、エイムが悪くてダメだ、逃がした。まあいいでしょう。ちょっと、うわ、怖。上も来させませんよと。で、裏側の、あいつを倒されてないんか。うわ、しかし、あかん。どうだ、これは縄張りとしては勝てるのか。あ、負けそうやな。最後の最後に結構がっつり逆転されましたので負けそうですが、このラピブラの距離感とかをね、しっかり掴んでいかんとあかん。うわ、ギリギリやんけ。 惜しかったな。いや、でもこれ距離感つかめてバンバン敵キルできたら楽しいんやろな。もう不安で仕方ないけど、ガチマッチ行ってみますか、一回。さあ、ガチヤグラのもずく農園というところで、
おお、なるほどなるほど。これなどうなんやろな。まあでもね、あの櫓でモズク農園とかってこういうとこってブラスター系は結構戦いやすいはずなんですよね。まずはあのダイナモをやりたいですね。あーくそ、あーなんとか相打ち持っていけた。バレルスピナーに今自ら突っ込んでいこうとしたのはダメでしたね。クソじゃんそんなとこ飛ばしてくるの。あ、いいね味方持っていってるね。ちょっとこれは裏取りマンを引きつけないよ。こっち来てないよね。こっち来てないか、こっち来てないか。そうそう、こういうの警戒しとくと。そう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 、最近ねブラスターノバブラスターよく使うようになったんですけど、やっぱねどんな武器でもですけれども敵が来る可能性がある場所は全て警戒していくというのは大事ですよね。裏から来てる。よっしー、今のはいい感じ。よしよし、おっと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 、ちょっとなんか前回のロングブラスターの再来になるけどおっしゃ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 この裏からメガホン来ないよね、メガホン来ないよね。あうおうおうあうあうあう、よし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 、あかんダメか。じゃあね、やっぱちょっとやもうちょっと休み休み打たんと、なんかほんまに壊れた壊れたおもちゃのようにただただ打ち続けてただけやった。あ、そうや、そしてそうや、櫓の上にトラップ置かないと、せっかくトラップあんねんからね。櫓の上のトラップは嫌が王にも強いから、うわ倒せないのか、マジか。よしよしよし、ナイス。わお、ラケット結構濡れてる。おしゃい、玉器蓄積ありましたね、助かった。蓄積がちょっとでもあるとね、最初に確認したように攻撃97ぐらいまでいくので、ちょっとでも蓄積あったら倒せるんですよね。うわあ、よう間に合ったよっしゃ、そういうところの処理はブラスターに任せたまえ。いやいいよいいよ、そこに立ったらブラスターだ。あれ俺じゃないか今のナイス。そして敵3落ち、これはもう取れるやろ、取ろう、こっち前。あわわ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 わ、取れなかった、取れなかった。いや取ろう取ろう取ろう、よし、いいですね。いやちょっと今ちょっとっていうかかなり楽しかったこんな試合をもうちょっとできひんかな。ちなみにですね、ノバネを最近使い出してですね、腕前が結構戻ってきまして、これで76ですね、うん、S プラスが近づいてまいりました。やったぜ。さてさて、初戦から2勝1敗したから3勝1敗かな。腕前78ってとこですね今、うん、ザップがいてくれてる。あー、そっか、こっち向こうにバレルがいるのが、怖いな。遠距離攻撃がね、なかなか、こっち単射程しかおらんもんな。バレルが怖い。あお、早いな、このバレル。まあ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 。あ、でも言うても 1.3 っていうの ?1.9 っていうのね、そんなもんか。なんかめっちゃ足歩くの早いように見えたんやけどね。そっか。リアリングしましょう。でちょっとこっちから回っていく。裏取り向いてるような武器でもないけどな。裏取りなんか裏取りって感じじゃないような。よっしゃ、あかん、あーくそ、あ無理やん、帰りたい突っ込みすぎましたね。いやっていうかなんか、うん、ナピブラの仕事じゃないことをしに行って死にましたみたいな、ダメな感じでした。違うわ、きついな。うわ、ここからこの辺から狙っていこうか。ちょっと登ってこようとする敵は見やすいからね、登らせないよ。行こうか、
持ってこようとしたら踏むみたいな。ちょっと味方助けたいけど、ああ、まだあれまだ死なないのか、あれで。ああ、なんとか一人倒せた。きついの。これはリードされそう。ちょっと結構味方が押されている。まあまあ、これのリここのリードはね、言うても、あ、されへんかったか。されへんかったとは言え、言うても、ビビたる差ですけど。あ、これ、これ無理。あ、倒した。あ、倒せないか。ナイス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 。落ちた。落ちてない、落ちてない。落ちた、落ちてない、落ちてない。デュアルスイーパー、うまいこと横に隠れたな。あんな動きできへん、俺。ギリギリで耐えていく。すごい。ああ、とうとう来たか。ああ、ダメだ。終始押されっぱなしやな。めっちゃ押されてる。きついな。倒しきれないのがきついな。簡単には倒しきれないんだよな、それがきつい。難しい。あー、ダメだ。いやー、きついわ。なんかこれでも死なないのかって なんかなるわ。つらい。押されてるな。これは無理かな。極めてはいけない。よし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 、あと1分、あと1分で何ができる、何ができる。とりあえず塗ろう、とりあえず塗ろう。塗ってくれ。ちょっとほら置いといて。グラトリストもしゃあないからな。よいしょ、オッケー、オッケー、倒そう。よし、オッケー。そして、向こうはやられたか。あ、やられたな。いやー、これきついな。これはきついな。よいしょ、待って。あれ4発だぞ。あれでも死なないのか。きつすぎ。無理。あ、もうなんか、あかん。こうラピブラつらい。エイムめっちゃいる。分かれへん。ダメだー。ラピブラの道は険しそうだ。おもろいやろうけどな、これ楽しくしっかり使えたら。ちょっと、ああいう隙間時間ができたら練習してみたいなという武器になりましたね。よし、頑張っていきます。